さんです。ブラザーファンのママです。ママが2人いる今日は。どういうことでしょうか。あっくんです。はい、今日はですね、変な帽子かぶってますね、皆さんね。今日は紅白赤チーム白チームに分かれてチーム対決。イエーイ。まあね、今回はね、はい、下2人と対決になりますので、うん、はい、よくね、やってるかもしれないこの親子レクの競技で、はい、親子レク、そう、親子レクで使われてる競技というか、親子レクって何の略なんですか。親子…親子レクリエーションでしょうかね。そうやばい。なんで、はい、まあ、親子…なんですか。親子ロスだけど、親子レグで、はい、親子レグで遊べるようなもので対決していきたいと思います。はい、帰りました。じゃあ、私上手くなったんだけど。ほら、ちょっとごめんなさい、放送できない。すごいね、なんか珍しくない、あたし対あっくんだよ。いや、あたし対じゃないよね。あ、違う、チームだよね。私とあっくんがチームだよ。そうなんだよ、これ勝っちゃうね。いや、分かってないね。親子レクは頭と体を使う競技なんですよ。え、体は俺の方が良くない。もうだからもう体のところでマイちゃんが圧倒的判定を持ってるし、頭のところでもね、ナダロがきっと頭いいんじゃないの。聞いてよ。何、私多分ね、いろんなお母さんよりも親子レク参加多い方なのよ、うん、はいはいはい。圧倒的数でしょ。あ、経験値が違うと。なるほどね。まあまあ、じゃあやってみましょうか。さっきのね、集大、これの超集大、ちょっと動画になってることは分かりませんけれども、親子レクリでバランスボール使わない。まあ確かにね。じゃあまず最初の競技、チームは、あっくんとまいちゃん、ナナとジャンキー。はい、ということで今回はい用意してるんですよね。これ1個目は何かな。1個目はですね、反応ゲームという。反応ゲーム、ゲームからいきたいと思います。ちょっと何、自分だけ、何自分だけずる。違うの、ずっこいわ。私ね、めっちゃ頭でかくて入んないの。いや、入るよ。本当にあのです、ふじょんって抜けちゃう。逆にすればいいんじゃないこれ。やっしゃ、これでいきましょう。これでいきましょう。いいですね。これでいくの。これでいきましょう。なんだこれ。やっ。笑えね。反応ゲームやっていきましょう。じゃあこの対決はナナ対アックンの対決です。頭と体を使う対決になりますので。オッケー。今からジャンキーが色を言います。その色を早く取った方がで、取ったものは自分のそばに置いといて、最終的にどっちが多く取れたかで勝ちです。ちょっと意地悪して違うこと言うかもしれません。そういう場合はお手つきせず頑張って取ってください。いいでしょうか。反応ゲームスタート。明日、明日天気になるといいなと思ってます、私。そうですね。ね、うん、洗濯物乾く。そうだよね。このハゲ。いきます。赤ちゃんの頃、おしめをしていたのはみんな同じですよね。黄色。スナック1ポイントゲット。めっちゃ嬉しくなる。すごい。次いきますよ。オレンジにいる動物はウサギだよね。オレンジにって言った。オレンジにいる動物はウサギだよね。オレンジじゃなくて、俺オレンジに聞こえる。青、青。7だな。7です。いいですね、1ポイントずつ。じゃんじゃんあれだよ、弁当するから。そうだよ、よく聞いててよ。緑。おお。次取ったらもう7分勝ちだから。腹立つ顔知ってる。俺よの青
先に食べる人結構多いよね。白い部分じゃない？白い部分かな、白い部分かな。オレオの白い部分はやっぱね、美味しいからね。バニラ味。そうなんだよ、さすが食べたいなって思って。このハゲ赤あこれもこれも、じゃあ最後の問題は、まいちゃんに言ってもらう。俺の癖ちょっともう見抜いてるかもしれないから。いきます。よく聞いてまいちゃんの。オレンジジュースが買いたい。おー、買ってきてな。ペイントで本当の心じゃないか。それはただ飲みたくなってきた。本当の思いとかいらないです。いらない、いらない。オレンジ、それのじゃないです、まゆちゃんので。あーまだやってくださいね。おい言うなよ。あけ言うな、何回も。オレンジ、オレンジーなの。今のは引っかかるね。今のは引っかかる。まあこうやってして。そうだね。そうだね。それでも膝に手を。オレンジ。やったー、ナナの勝ち。パチパチじゃないの。そうだよ。何やってんの。そうだよ。これで。白チームが1ポイント。そうですね。そうだね。合計得点を競います。はい、ちょっと。で、今から俺が2人に命令を出します、うん、それ通りに必ず動いてください。で、ちゃんと動けなかった人が負けなんですけど、命令って言った後の命令じゃないと聞いてはいけません、うん、例えば命令って言わないで右手を上げてって言っても右手を上げちゃダメ。命令っつって右手上げて、命令右手上げたらピーって。そういうことです。あ、さあ、命令ゲームスタート。座って。ラララララ命令座って。命令立って。命令右手上げて、右手を下げて。引き上げですね。じゃあ続けます。命令左手を上げて、左手を下げて。命令右手を上げて、左手を下げて。命令右手を下げて、命令座って手を上げたままですよ。してたな。うん、コンガコンガコンガ。はい、命令立って。ちょっとかり、わかりよいので、わかり。はい、今のところすごいですね。とりあえず拍手。命令言ってないですよ。決着がつかねえな。二人ともミスってんな。うまいだな。はい、命令気をつけ。なんで、なんで。命令気をつけ。はい、命令二歩前へ。まいちゃんにラブポーズ。せーの。なんで命令って言って。おー、すごい。命令まいちゃんに帽子を投げて。戻った。お前のこと言うな。命令座って、命令立って、命令座って立って。はい、二人とも7は完全に立っちゃったけど、あ、でも確かにこれは悪君1ポイント。悪君1ポイント。これは何ポイント選手にしますか。3ポイントにしましょう。3ポイント、わかりました。じゃあ元の位置に、じゃあ立ってください。命令笑って。命令笑いやめて。笑いやめてって言ってますけど、
右手を上げて命令左手を上げてそのまま座って命令してない。あやた君気合いすぎて、ね、決着つかないんだけど。命令両手下ろして命令相手を叩いてもう一回叩いて。いや待って、命令してないんだよ。命令してないんだよ。全然ダメじゃないか。じゃあ次、じゃあ2ポイント選手使います。アキくんはリーチ、ナナは2ポイント選手しないとダメです。いきます。命令その場で走って命令前に進んで命令下がって座ってください。おじゃあ一回立ってください。立てるわ。じゃあ一回命令立ってください。立てるわ。座ってください。じゃあ危ねえ危ねえ。命令まいちゃんと呼んでください。まいちゃん。はい。命令バカと言ってください。バカさせないで。命令座って。はい、命令右手上げて。はい、左手上げて。もう決着がつかない。命令右手下げて。命令立って。しすぎたかな。はい、ということでこれが命令ゲームでした。そう、1ポイントゲットだね。赤チームもね。じゃーじゃん。うん、いいね。じゃーじゃん。やっぱダメなんだ。何それは。凹凸がないから。やかましいわ。凹凸あるわ。じゃあ続いてのゲームは何ですか。これは大人対決ですよ。気配切り対決です。そしてこれは頭の上に乗ってるこの紙風船をぶったたいた方が勝ちと。体に当たっただけじゃダメなんだよね。そういうこと。マジで日頃の恨み込めるのだけはやめようね。どんじゃないか怖いね。いいよ。日頃の恨みを晴らします。怖い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 。ちょっと離れよう。いきますよ。はっ。よーいスタート。お赤チームリードです。わー、これでも最終戦なんだよね。そう、
ということは、ポイントが100ポイントということになります。引いた？引いてないよ。引いてないね。引いてないのでそのまま100ポイントでいきますよ。4人しかいなくて最初4人で回るんで、はい、ちょっと私が勝手に止めたいと思う。うわ、ずるいなちょっとね。その後はちょっと負けた人が。ずるいよ、だってさ、体重もさ、一番さ、あってさ、突き飛ばすの得意になるんでさ。そんなことないです。いきます。はい。待って、この一個の声好き。いつとなんだ、これ。怖い。座んなきゃダメだね、ちゃんと。ダメ、待ってきた。ここからはガチですよ、1個減らしてください。はい、あ、これ1人だからね、赤チーム。そうだよ。とりあえず何言ってる、このハゲ。しゃー、ハゲ。言っとくけど手加減はしねえからね。いきますよ。よし、お願いします。よーい、映画を続きからいきます。はい。回転してる。あれ、なんか変な人入ってきたよ。変な人が入ってきてるよ。ノリノリの。ちょっとちょっと一人だけクラブに行ってるよ。ちょっと、あ、終わった。あ、ちょっとやっぱ若い子には勝てない。まあしょうがないですよ。まあじゃあこれ最後止めてあげてください。はい、勝った方が勝ちです。俺だ、やったー。じゃあ行きますよ、よーい、スタート。まだクラブの座りよ。競馬だ、競馬、競輪か。ちょっと判断したいと思う。わかりました。今のはね、ほんと半々だった。今ね、同時だったね。うん。よーい、スタート。あれ、これは最初はね、7だった。そう、最初は7だったんだよね。だけど、くるって回ったらね、アップ。この状態だとアップ。いや、もう一回。じゃあもう、次の最後は本当に先にお尻に乗っかった方がいいでしょうか。オッケー。最終的に面積だと難しいんで、よーい、スタート。お尻ですよ、お尻ですよ。もっと離れていこうか。じゃあ
ボールから離れてもらおう。ゆっくりでもいいよ、目まで。ダメですよ、ダメですよ。やばい、近い。おそらくアックが早かったかなと。もう微妙な、ちょっと止めたんだけどね。手が回ってる、手が回ってる。ということで赤チームの勝利。まあこんだけもう奈々もアックンといい勝負ができるようになったということだね。いや確かにそうだね、うん、でもこのチームも面白かったね。ねで、まゆちゃんアックンチームも今回の対決は赤チームの勝ち。はい、おめでとうございます。これさ、勝負関係なくて2人でやんない？いいよ。そう、音楽わかりました。あとゆっくり回ろう。すんでね、すんでもうちょっと早く。早い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 遅い遅い